世界でも悪名名高いワーストボーダーって言われているような国境なんだよね。早速あの賄賂というか、世界中どこでもないどうなるんだろう。おはようございます。ナース。はい、島から戻ってきた。はい、すごい島だった。いや楽しかったな。楽しかったね。ちょっともうだいぶラオスの南がいるからさ、このままカンボジア行っちゃおうと思って。そうだね、行くしかないよね。行くしかない。いろいろな不安もあるが、そのね、ラオスカンボジアの国境が世界でも悪名名高いワーストボーダーって言われているような国境なんだよね。ちょっとどうなるか分からんけど、もう行くしかない。とりあえずこの港にミニバンが迎えに来てくれるらしいけど、事前に予約してた。まだいないみたいだね。まあちょっとこのカンボジアボーダーの問題がさ、カンボジアって観光ビザで30ドルかかるんだけど、それがドルなんだよね、支払いが。うん、俺たちドル持ってなくて。あ、そうそう、それがちょっとね。その上でめちゃくちゃ賄賂が押収してるらしいと。だからもうなんか何かとよくわからないものに対してお金払えって言われるらしいから、なんかそういうのを避けつつノーキャッシュでいけるかっていう挑戦だけどさ。だ、不可能だよね、ドルゲットするのが。まずラオス旅しててさ、どうやったらいけたんだろうと思うけど、多分両替所みたいなとこに行かんといけん。行かんといけんよね。でもそしたらレート悪かったりしてさ、あ、ちょっと行ってみるしかねえかなと思って。最悪帰ってくるもう。あ、これ来た、嬉しい、ようやくだ。バイ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 、センキュー。着いたっぽい。なんかもう間違いなく嫌なことが起こると分かってるものってさ、お化け屋敷とかもそうなんだけど嫌なんだよね。意外とかも、意外とかも。はい、ということで到着しました。今の2人の不安を整理しますと、うん、まあ、一番はキャッシュがない。ビザで30ドルかないるんだけど、まあ賄賂代込みで38ドル、その US ドル持ってなくて、それに相応するラオスキープもなんか ATM が壊れてて引き下ろせなかったんで持ってないと。まあカード払いとかができるのかどうか、もしくは ATM がこのボーダーにあればなと思ってたけどないので、見た感じそれでいけるのかどうかっていうところと、 Google マップのレビューとか見ててもね、もう賄賂まみれだみたいな、なんかよくわかんないものに金を払わないといけないっていう状況らしいので、それがどこまであるかっていうところが懸念ですが、うん、それでその後どうするかよ。カンボジア入った後の街のホテルもまだ取れてなくて、まあ、行けるかどうかわかんないから取ってないんだけど、バスとかもあんのかな。まあ行ってみよう。うん、行ってみるしかない。じゃあ行ってみましょうか。はい。まあなんか最悪カード使えるっぽかったくちゃん、情報見てたら。そういう情報ね、 YouTube で見たんだ。まあ高いかもしんないけどさ、ラオス側立派な感じやけどな。はい、とりあえずラオス側の検問はクリアしました。早速あの賄賂というか、なんかパスポートのスタンプを押すのに2ドル払えって言われてこれ本当はいらないんだよね、おそらく。あのいろんな情報見てると、そりゃそうだよ ね、 そらそうだよね、世界中どこでもないこれに2ドルって、そうそう、すげえ、うん、結構粘って交渉したらいけるっていう風な情報も見たので、なんかちょっとかまかけてみたというか、うん、まあ、そこからなんか、いやでも今日は土曜日だ、そうそうそう、土曜日は休みなんだからみたいな、よくわかんないことを言い出したけど、いやいやそれは関係ないだろうっていう話を10分ぐらい5分ぐらいかな交渉してたら、まあスタンプ最終的に押してくれて通れました。なんだろうね、なあ、わかんないね、よくないよね、彼らもわかってるよね多分。うん、2人ってね、なんか女性の方はもういいんじゃないみたいな感じで言ってて、男性の方はちょっと粘ってたけど、なんかとりあえず 言われたけど女性の方からも、ああ、Pay to the rat for stamp。 よくないよあれ。根は悪い人たちじゃなさそうだったよな、うん、穏やかじゃなかった割と。そうそう、もうなんか監修でやらざるを得ないみたいな感じに見えたけど、そんな気がしたよ ね。まあこっから本番は、でもカンボジア側がね、そうだね、ちょっときついらしいので行ってみましょう。こっからですね、カンボジアっぽいな、なんか Welcome カンボジア。はい、じゃあこれからカンボジア側の国境行っていきたいと思います。バタバタ、お疲れ様でした。無事にカンボジア入国できました。ありがとうございます。ただ俺たちまだビザ代払ってないんだよね。どうなったの結局。いや、なんか
思ったより良かったのよ、総じてその対応というか。別になんかコラプション、賄賂要求されることもなかったし、普通に30ドル正規のお金言われて、その30ドルキャッシュ持ってないのは俺たちが悪いから、それごめんないんだって言って、でクレジットカード使えるっていう情報見てたけど、それが使えないみたいで、結局なんか一回そのバスで近くの市街地まで行って、そこに ATM からあるから、そこの ATM でお金下ろして、でバスドライバーにビザ代として渡す。でその手数料あるから、1人当たり45ドルなるっていう風に言われたけど、まあそれはしょうがないかなっていう風には、確かにそうだよ、うん、思うけど、問題その市街地まで行くバスが、それも事前に予約取っとかないといけなかったらしくて、それも結構なんかフレキシブルにね、ボーダーで予約取れるって聞いてたんだけど、まあ待つ しかない。今それが埋まってるらしいから、バスが、いつまで待てばいいのか分かんないっていう感じだね。どうなるんだろう。どうしたらいいんだろう、これ。どうしたらいいんだ。あのバスが多分行くんだけどさ、これが満員ってことだよね。次の待ったんといけんけど、次のに空きがあるかどうかも分からんけど、どういう状況だろう。なんかどのバスの運転手に聞いても、その俺たちがビザ払ってないことをさ知らないんだよね。なんかもうビザスタンプ押されてるからいいじゃんって言われるけど、払ってないからさダメだよね。どうしたらいいんだ。きついね。めちゃくちゃ取られるね、いろんなところで。もうなんかバスがもう今日は予約がいっぱいだから、他の呼ぶけどちょっと割高になるって、うちら予約してない人が今うちら合わせて4人だけど、その4人だけで行くから1人当たり15ドル。近いのにね、1時間の距離で1人15ドル、2000円ちょいでしょ。ちょっと高いね。高いよ。どんぐらい、倍ぐらいかな。まあ倍ぐらいにはなって、いやー難しいね。準備しとけばよかったっていう話ではあるんだけど、ただ情報が出ないのよ、ね、このこういうあんまりラオスカンボジアボーダーそこまでメジャーでもないし、特に日本語だとあんまり情報出ないから、一回整理したね、ちょっとこれを出た、一回整理します。即用座。なんかちょっとお金払わないまま来てるから、なんか気持ち悪いんだよね。よくわかんない状態じゃん、ドライバーまた別の人だからさ。そうなんだよね、ちゃんと伝わるかね、わかんない。もうなんかすげえ不安というか、なんか落ち着かない気分。おくんちゃん、めちゃくちゃチェックしておく必要があるな。80? 80? Yeah, 80. So you pay for the visa, right? Yeah. Oh. Visa 45 and bus ticket. Yeah, okay. これとか大丈夫だよね。あ、it's okay. これで今日の宿を探します。この人たちうちらの名前とか知ってるかな？分からん、ジャパンっていう感じやな。ジャパン。確かにさっき入ったジャパン人は俺だけど、いいかな？大丈夫でしょ。大丈夫だよ。うん。一応、俺のナンバーとかも取ったけど。あ、取った。素晴らしい。Very cheap guest house? Very cheap guest house? Very cheap guest house? You take us? Okay. おくんちゃん、なんだかんだいい人。今日の宿をちょっと決められてなかったからさ。Thank you. おくんちゃん。なんか、いいやつだったな、普通に。ここ泊まれたらいいね。ここ泊まれたらいいね。値段聞いてみよう。めっちゃ綺麗やな。これ高いやつかもしれない。高いかな。どうやろう。エニール同じ。And how much is it? 15. 15. Can I see the room maybe? Yeah. 懐かしいこのさ、予約せずにゲストハウスとか宿見つける感じ。昔の旅こうだったもんな。わ、すげえ綺麗じゃん。安くないこれ。15ドルって。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいね。 OK, here 15? OK. Can I? あ、go down? え、もう、あ、お金払ってない。行くんじゃない？行くん。やったー！やったー！お疲れー！これは、頑張ったね。
大変だった。いろいろあった。でもなんかめっちゃいい宿にたどり着いた。めちゃくちゃいいやん。めっちゃいいところ紹介してくれたね。ここめちゃくちゃいいよね。だってうちら今から歩いて探し回るつもりだったけどさ、うん、ここの街そこそこでかいのにさ、booking.com に掲載されてる宿一つしかなくて、そこ今日見たら5000円ぐらいになってたからさ、さすがに行けねえなと思ってたけど、15ドルだから2000円ちょいでこんないい宿紹介してくれてめちゃくちゃありがてえぜ。だってさ、水とかケトルまで置いてあるで、冷蔵庫まで。なかなかないよねこのシチュエーション。外と通ずる穴ないし。それはでかいぜ。バスルームもすごい綺麗。まあちょっとあの島から来てるっていう補正若干あるかもしれないけど、それでもいいよね、うん、え、バルコニー？うん、ある。ちょっとこっちが工事中だからあんま景色はないけど十分やない。でも、うん、ありがてえ。いやさっきのうんちゃんに感謝やな。ね、なんかまあ高く払ったけどさ、まあそこそこ満足感あるよ、うん、なんか今の状況に対して。そうやな。いやシャワーマジ気持ちいい。これ結構旅史上マジ1、2を争うシャワーのこの。 I don't know whyI don't know why, but I had $32 へそくり。へそくり $32? Yeah. 何してんだ。へそくりあったんだったらここが一番使うタイミングだったじゃないかよ。32あったら一人分のビザ払えたじゃん。No. どこで手に入れたんだろう。なんで32もあるの。まあそれで合流しようぜ。Stupidストップストップ。ドビドビ。はい、ということで同じように国境越えをするために情報を探している方も見てくださっていると思うので、今回の国境越えについて改めてまとめておきます。この国境越えのために事前に準備しておくことが2つあります。1つ目はカンボジアのビザ入手のために必要な30ドルを現金で用意しておくこと。なお、ラオス側カンボジア、いずれも賄賂を要求される場合があるので、まあ、10ドルほど多めに用意しておくと間違いないかと思います。もし US ドルで現金が用意できない場合は、E ビザを申請しておく必要があります。申請してから取得できるまでに数営業日必要だそうなので、余裕を持って申請しておく必要があります。手数料が E ビザだと6ドルかかるようですが、現金を持たずにその場でアライバルビザをゲットするよりは安く抑えられます。ちなみに顔写真がいるという情報が出ているので用意していきましたが、私たちの場合はなぜか必要ありませんでした。でも一応持って行っておく方が安心かと思います。2つ目はカンボジア側の国境から目的地までのバスを事前に予約しておくことです。以上の2点を今回私たちは事前に用意することができずにぶっつけ本番で挑むことになってしまいました。ではぶっつけ本番で挑んだ場合どのような末路になるのかっていうのをここから説明していこうと思います。まあ、結論から言うと無事にカンボジアに入国することはできました。ただ先ほど言ったような準備ができていなかったことが原因で1人当たり25ドル多めに払う必要がありました。時系列で話していきます。まずラオス側の検問所では噂通り謎の2ドルを払うように言われました。パスポートにスタンプを押すためのお金だと言われましたが、先人たちの教えに習って粘って交渉していると最終的には払わずに済みました。まあ、ということはやはり本来は払う必要のない2ドルだったんだなと思います。そこからカンボジア側の検問所に行き、ビザ取得のために30ドルを払うように言われました。僕たちは正規の値段でしたが、ここで38ドル払えって言われる旅人も多いようです。まあ、アジア人と欧米人で違う待遇とかがあるのかもわかりませんが、ちなみに僕たちが出会ったフランス人で僕たちの3日後に国境越えをした女性はやはりここで30ドルより多めに払うように言われたようですが、まあ泣くふりをして食い下がっていると最終的には見逃してもらえて30ドルでよかったっていう話もありました。僕たちのように現金がない場合はクレジットカードで払うことができるっていう情報も見ていたんですが、まあ、そんなことはできないっていうふうに僕たちは言われてしまいました。じゃあどうすればいいのかっていうふうに聞くと、バスで市街地まで行ってそのバスの運転手にビザ代を渡せと、その分手数料が乗って45ドルになるけどなっていうことでした。まあなるほどって感じですよね。でもクレジットカードで払えたっていう情報を残していた人は50ドルで決済されたっていうことだったんで、まあ、こっちの方法の方が少しお得だったのかなっていうふうに思います。いずれにしても他に方法がないのでそれを受け入れることにしました。まだお金を払ってないにもかかわらずパスポートに詐称は貼ってくれていたので、おそらく誰かが僕の分の30ドルを立て替えてくれてその代わりに手数料をもらうっていう形なんだと思います。15ドルの儲けが出るんで、まあ、その立て替えた人とバスドライバーで折半しても1人7ドルから8ドルぐらいの儲け、まあ、カンボジアの物価を考えるといい商売ですよね。僕たちも他に方法がなかったので、まあ、ウィンウィンちゃウィンウィンなんですが、
お次は国境からバスで市街地に向かわなくてはいけないのですが、このバスも今日はもういっぱいだっていうふうに言われてしまいました。同じタイミングで国境越えをしていた他の旅人の様子を見ていると、みんな事前に目的地までのバスを予約していたようです。それでも国境に寝るわけにはいかないし、どうしたものかなっていうふうに思っていると、まあバスの人が話しかけてくれて、お前たちのために新しいバスを用意することができるけど、お金は通常より高くなるぜっていうふうに言われました。まあ他に手段がなかったので仕方なく通常の2、3倍ぐらいの値段である15ドルを払って、ストゥントレンという最寄りの町までのバスに乗ることができました。ちなみに僕たちが乗ったバスはすでに予約を取っていた旅行者も一緒に乗っていて、本当に僕たちのためにバスを新たに手配したのかは疑問ですね。はい、ということでそのバンに乗りストゥントレンまで行き、別のバンに乗り換えて ATM まで連れて行ってもらい、そこでビザ代の45ドルとバス代の15ドル、2人合わせて計120ドルを渡して今回の国境越えサバイバルは幕を閉じました。まあね、ちょっと今話した情報ももしかしたら数日後には変わってる可能性があるっていうぐらい、この国境越えに関する旅人界隈の情報はね、結構常にアップデートされているんですよね。まあもしかしたらその検問所の人によっても対応が変わってくるケースもあるのかもしれませんし、まあちょっと僕たちの今回の情報ができるだけ参考になればいいなとは思いますけど、まあできる限りの準備をしていくのが、まあ安く抑えられて安全に行ける方法なのかなと思います。